はい、皆さんこんにちは。いや、暑い日が続いてますよね。そんなね、暑い日にぴったりな植物発見したので、今日は紹介していこうと思います。まあ今映ってるんですけどね、こちらカラーのフローズンクイーンっていう品種です。いや、これね、初めてお店で見た時衝撃が走ったんですけど、葉っぱがですね、透明なんですよ。ほら、僕の指透けて見えますでしょ。透明な植物といえば、皆さんハウルチアを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですよ。で、僕もそうなんですけど、あれって要は水を溜めておく、こう葉っぱの肉厚な組織が、まあ、透明っていうのもあって、それで、まあ、透明な窓から、中身が透けて、見えますよみたいな話じゃないですか。だからこう、なんていうのかな、果肉部分が透明だから透明なのもちょっとわかるんですけど、普通の観葉植物の葉っぱで、透明っていうのが僕的にはものすごくこうカルチャーショックっていうか、びっくりしたんですよね。え、こんな植物あるのって思わずね、園芸店で普通に独り言言っちゃいました。そのぐらいテンションが上がった。ちなみにね、お花もね、ちゃんと咲くんですよ。で、お花がこれですね、今映ってるこの、濃い紅色している部分、これがお花です。花自体は、まあ普通のカラーよりもちょっとこう、縮れてるかなっていうような感じの形ですね。葉っぱも全体的にこう、ウェーブがかかってるような印象です。花自体は透明ではないです。透明なのはあくまでもこの葉っぱの部分ですね。ほら、すごい透明だな。あ、この葉っぱめちゃめちゃ透明ですよね。ほら。ね、透けてんの分かりますよね。品種の紹介をすると、これ2018年に、初めて日本に輸入されたみたいで、その時は800鉢だけ流通したみたいですね。で、海外でもすごい人気があって、ヨーロッパでは、これがお花屋さんに並ぶと、ヨーロッパのマダムたちはお店に行列を作って買いに行くみたいですね。そのぐらい海外でも高く評価されている品種みたいです。斑入りっていう風にね出てますけど、これ斑っていう感じではないですよね。斑だったら普通の単なる白になりますから、あくまでもこの葉っぱの模様をすごく強調しているような突然変異というか、カラーって2パターンあるんですよ。湿地性と畑性とかって言われるようなね、畑性っていうのは普通の、ベチャ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 してないようなところのやつが畑性で、湿地性っていうのは、まあ、湿潤なね、環境で育っているようなものが、あるんです。で、確か、湿地性の方は葉っぱに模様ってあんまり入んないんですけど、畑性の方だと葉っぱにこう白い斑点が入るっていうのはあるんですよ。で、別にそれ透明だったりとかはしなかったと思いますけど、なんかでもそれをすごく強調していった形みたいな、雰囲気ですよね。だから普通のなんていうの、突然変異のバリエがあったっていうのとはまた全然違うような、色の抜け方をしてます。まあそうですよね。普通の斑入りでもこんな風に透明にはならないですからね。で、育て方もね、やっぱ気になるとは思うんですけど、いやー、これね、情報全然出てないんですよ。普通のカラーのね、育て方ベースのことは書いてあるんですけど、要はカラーって、割と日当たりのいいところで育てた方がいいんですね。なのでこのフローズンクイーンの方も、日当たりのいいところで育てましょうみたいには書いてあるんですけど、まあ、ただ強い日差しには弱いから、半日陰の方がいいですっていうようなことが書いてある場所もありました。ただね、どうなのかな、要は光合成できる面積がめちゃめちゃ少ないじゃないですかね。ほとんど透明なわけだから、これを半日陰で育てていいものなのか、いっぱい光合成させてやらんといかんのかなとかね、いろいろ考えちゃいますよね。僕的には直射日光当たるようなところには置かないつもりです。LED ライトをなるべくこう近づけて育てようかなって。今特にほら暑いでしょ、すごく。人間もね、今バテるぐらいすごい暑いですけど、この暑い中ね、
直射日光とかに当てちゃったら多分やっぱ葉っぱダメになるんじゃないかなっていうふうに思うので、LED だったらあんまりこう強いあの熱は出ないので、LED を近づけて、でなおかつ、長時間ね、照射するようにしようかなって。光合成できる時間をなるべく長くとってやることで、光合成による栄養をしっかり作り出すことができるんじゃないかなというふうには思ってます。用途だとかに関してはペレポストにおがくず混ぜたいつものもので、育ててみようかなというふうに思ってますけれども、球根性ですからね、ちょっとどうなのかな、やっぱこのベースの方がいいのかな。ヤシガラとか、あとカヌマとかもね混ざってそうですけど、ヤシガラじゃないか。まあどちらにしろね、今の時期は植え替えない方がいいかなと思うので、植え替えるにしてももうちょっと涼しくなってきてからやろうかなと思います。試しにちょっと光にかざしてみましょうか。光にかざすとこんな感じね、すごい綺麗でしょ。あのものすごく透明度が高いっていうわけではないんですけれども、この曇りガラスみたいなね、透明度が、うん、ほんとガラス細工みたいにねできてて、本当に綺麗な品種だなと思います。でさっき栽培のね方法があんまり出てないということでもお話ししたんですけど、うまく育ててる人ってどのぐらいいるのかなっていうのが気になるところです。っていうのもやっぱ情報が少ないっていうのもありますし、増やされて売られてないんですよ、ほとんど。あのメルカリとかでもあの販売はされてるんですけど、ほとんどね転売系ですね。そのまま一鉢こうやって買って、でこれを、3倍ぐらいのね値段で下手したら売ってたりとかします。あとは、一つずつこう分けて、それを、まあ、2000円ぐらいで売ったりとかね、まあ、多分結構いい金額儲かってるでしょ、あの人たちは、うん、でもね、まあ、確実に転売ですよね、そういう人たちってね。で自分で増やしたやつですっていうのは本当に多分ないと思うので、やっぱ増やしづらいんでしょうね。で僕一応今回3株買ったんですよ。もう絶対失敗したくないなと思ったから、3株あればさすがに来年までちゃんと持つだろうというか、うまくいくことね育つんじゃないかなっていうふうに思って、3株も買っちゃいました。高かったって言っても、あの斑入りモンステラみたいな、そんなとんでもない値段ではないですけどね。一応冬になったらこれは葉っぱは枯れて球根だけになります。でその球根を大事に育てていると、今度はまた春に芽を出して、で、こんな風にね育っていくっていうものらしいです。そこでね結構みんな失敗しちゃうんじゃないかなっていう風に予想してます。はい、というわけでね、今日は、カラーのとても綺麗な品種、フローズンクイーンについてお話しさせていただきました。もし皆さん見かけた際は、購入してチャレンジしてみてください。本当に綺麗な植物です。これはもう見るだけでも価値がある、そのぐらい素晴らしいね、カラーだと思います。はい、それでは今日の動画は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。